どうもトリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。キラキラプリキュアのモードアニマルスイーツセット1の方をご紹介したいと思います。ではパッケージの方を見ていきましょう。で開けます。今回の商品は説明書が入っておりませんのでご注意ください。中身を開けるとアニマルスイーツが3つ入っております。では3つのアニマルスイーツ1つずつ見ていきましょう。まずはクマパンケーキ、全体このようになっております。続いてフラミンゴチュロス、続いてパンダクッキー、では続いてクマパンケーキのデザインの方を見ていきましょう。まさにパンケーキがクマのデザインになっておりますね。そして隣にはイチゴが添えられております。クマの耳の部分にホイップクリームがあって真ん中にはラインストーンがありますね。続いてフラミンゴチュロスのデザインの方を見ていきましょう。まさにチュロスがフラミンゴの姿になっておりますね。こちらの方をよく見るとハートマークになってますね。そしてこちらのカップにはチョコレートが入っておりますね。その中にはラインストーンが入っております。続いてパンダクッキーのデザインの方を見ていきましょう。まさにパンダがそのままクッキーのデザインになっておりますね。そして下には赤色のクッキーがありますね。確かこのクッキー名前がありましたよね。正式名は僕には分かりません。知っている方いらっしゃったらぜひコメントの方よろしくお願いします。右にはハートマークのクッキーがありますね。周りにはいちごホイップクリームが描かれていて真ん中にはラインストーンが入っております。ではこの3つのアニマルスイーツ、スイーツバグドとキラパティショップを使って音声確認の方をしていきましょう。
以上でキラキラプリキュアラモードアニマルスイーツセット1の方をご紹介いたしました。ちなみにパンダクッキーの音声なんですが、だいぶ前に発売されていたラッコクッキーとペコリンクッキーの音声と全く同じものとなっておりました。それ以外のクマパンケーキとフラミンゴチュロスは新規音声になっておりましたね。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さようなら。